ファウルになります。一塁牽制、セーフ。さあ4球目は何か。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2対0ヤクルトスワローズがリードしています。これから5回の裏、スワローズの攻撃。バッターボックスは8番古賀。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、最後は空振り三振に倒れています。スワローズリードで迎える5回の攻撃です。ファウルになります。いいストレートですよね。はい、ストレートが決まっています。ワンボールツーストライクです。三振です。ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発のスアレスがバッターボックスです。ピッチャーではなくバッターとして打席に立たないといけませんね。そうですね。変化球、これは空振りです。ノーボールツーストライク。さあ3球目は何か。インサイド落ちました。切りました。ファールボールです。外れました。ボールです。低めの変化球は外れました。これが6球目。インサイド落ちました。ここもファールです。インサイド落ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。見逃して三振です。ツーアウトになっています。打順はトップに帰って坂口。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。初球ストライク。これは低いところに持ってきました。アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライクと追い込みました。次が4球目。低め外れました。高いバウンド、ファーストゴロ、松山。一塁アウト、スリーアウトです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。5回終わって2対0ヤクルトスワローズがリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏、得点圏にランナーを置いて、しかし内野フライ、先制のチャンスを逃します。2回の裏、ランナーを2塁に置いて、最後はこのボールで三振を奪われました。先制とはなりません。4回の裏、ノーアウト1塁の場面、4番バッター村上。均衡を破ったのはこの人の一発。スワローズ一振りで先制。
配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。神宮球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるカープの攻撃、8番バッター田中、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。スワローズリードで迎える6回です。インコースへの変化球ストライクです。ファーストの左抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁にランナーを許しています。そしてバッターはピッチャーのジョンソン。ここは盗塁も警戒しておかないといけませんね。はい、送ります。これはファウル。ここもバントの様子も見送っています。バントしました。ファウルです。さあ5球目は何か。送ります。スリーバント失敗。送りバントは失敗です。さあランナーを一塁に背負います。バッターはピレラ。ここはエンドランも警戒しておきたいですよね。さあランナーをどう生かしてくるか。インサイド落ちました。この打球は落ちるか。どうだ。滑り込んだ。ナイスプレーです。中継にボールが送られる。素晴らしいプレーが飛び出しました。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか。いやー、このプレーは大きいですよね。バッターは2番菊池。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。はい、そうですね。2アウトになっています。走ってきた。キャッチャー2塁送球する。盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。もう少し警戒しておきたかったですよね。やはり足のあるランナーは怖いですね。まあそうですよね。外のボール打った。これは面白いところに飛んでいる。掴んでスリーアウト。追い上げることはできませんでした。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2対0ヤクルトスワローズがリードしています。6回の裏、スワローズの攻撃。打席には2番バッター山田。今日は盗塁を決めています。スワローズリードで迎える6回の攻撃です。左中間に強い打球。これはどうか。真ん中を破りました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。さあスワローズ追加点のチャンスを迎えています。ここで中押しできればさらに試合を優位に進められますからね。なるほど、そうですね。まあ彼は典型的なプルヒッターですけど、ここも思い切って自分のバッティングをしてほしいですよね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。高めに来た変化球ですが空振りです。
際どい球わずかに外れています。154キロ。インコース、これは外れます。ここは甘い球が来たら打って外れてフォアボール。タイムリーを期待するところですけど、フォアボールでもグッジョブですよね。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってきますから、ゴロを打たせるようなボールには注意したいですよね。そうですね。赤星さん、この村上対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、左が苦手の典型的なタイプですよね。左ピッチャーに対しては体が早く開いてしまいますよね。そうですか。牽制、タッチもセーフ。低めの変化球見送りましたがストライクです。変化球打った、取った、二塁送球、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツーを取りました。さあ、そして打席には西浦が入ります。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですよね。これは手が出ないか、ストライクを取ります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。空振り三振、前にボールを飛ばせません。三振で攻撃を終えました。スワローズサードランナー残塁に終わっています。6回終わって2対0、ヤクルトスワローズがリードしています。里崎さん、ここまで無失点、見事な投球ですよね。まあ本当そうですよね。素晴らしいピッチングだと思いますね。まあおそらくイメージ通りなんじゃないですかね。はい、この投球どこまで続けることができるんでしょうか。切れてますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。次が3球目、低めに来ました。ワンボールツーストライク。高めに外れます。低め、スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。さあ、6球目は何か。振っていきましたが三振。まず一つアウトを取りました。バッターは4番鈴木。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。スアレス、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。際どいコースには投げ込んでいます。ボール先行です。ファウルになります。ツーボールワンストライクです。低めはボール。
次が5球目。見送っています。フルカウントです。次が6球目。高め打ちました。これはどうだ。センターに抜けました。鈴木ヒットが出ました。ワンアウトランナー一塁となりました。さあこの終盤で一塁にランナーを背負います。バッターボックスには松山。まあここはエンドランで来ることも考えられますから、ランナーの動きには注意しておきたいですよね。さあ仕掛けてくるでしょうか。